みんないの告知が来ないんだけど、どうなってんだよ。はい、ありがとうございます。サーシーブヤです。世界最大級のゲームの祭典 E3 が開催されるはずだった直近の4日間、ゲーム業界では様々な動きがありました。モンスターハンターライズのアップデートをはじめ、オーバーウォッチ2の発売日の発表など、 E3 ウィークとも呼ばれたこの数日は人気ゲームの新情報発表が多かったです。だから任天堂も例年通り任天堂よろしゅーと誰しもが期待していたわけですが、現状何も告知がなく音沙汰ないせいで、 Twitter では逆にトレンド入りする始末。もう今月は任天堂来ないの？と皆さん疑問に感じたと思いますが、それは考えにくいです。6月中に任天堂が来る根拠をお話ししていきたいと思います。任天堂は基本1年に3回開催されるのですが、その3回ともしっかりと開催理由があります。2月は年末商戦を終えて一息ついたところに、新年に発売するソフトの新情報を発表することでユーザーの期待を下げさせないためです。経済的な面で言えば、株主の期待も下げさせないことでいい状態で3月の決算を迎えられます。いつも何気なく見ている任天堂ですが、会社として生き残っていくための立ち回りも兼ねているわけです。続いて6月に任天堂を開催する理由は、ゲームの祭典 E3 に合わせて宣伝するためが一つ。もう一つは6月29日に開かれる株主総会にていい印象を持ってもらうためというのが理由です。株主総会って悩んないと思った方がいると思いますが、任天堂を支えている重要なポジション、株主や投資家の方々に、今会社の状況はこんな感じでして、スイッチいっぱい売れてていい感じでして、今年はこのスケジュールで新作を出していく予定なので、これからもよろしくお願いいたしますと、今後も会社を応援してもらえるようにアピールする回です。僕が言ってることは全部合ってるか分かんないんですけど、だいたいこんな感じです。で、その株主総会でいいアピールをするためにも任天堂の新情報は必要になってくるわけです。なので、たとえ E3 がなくとも6月に任天堂は来るはずですし、現状告知はないですが、今後 1,2 週間の間に何かしらアナウンスがあると思います。また E3 は海外向けのイベントでしたが、発売を控えているビッグタイトルスプラトゥーン3は海外ではあまり注目されてないゲームなんですよね。日本のスプラ公式ツイッターではほぼ毎回1万リツイートされていますが、海外の公式ツイッターでは1000リツイート届いたらいい方みたいなレベルで圧倒的に温度感が違います。なので今回は日本向けの任天堂を発表するために、あえて E3 ウィークの期間を外して別の日に公開するんじゃないかなと僕は予想しています。来週6月24日には無双という外伝作品ではありますが、大人気タイトルファイアーエムブレムの新作も発売されますし、その最後の宣伝も兼ねて今週末6月17日付近に発表となるか、逆に発売したよという事後報告をするために株主総会ギリギリではありますが、6月24日付近に任天堂を公開するかのどちらかだと思います。要するに株主総会が2週間後なので、それまでに任天堂が来ると考えられるということです。ちなみに9月に任天堂が開催される理由は、東京ゲームショーの開催に合わせて宣伝するためと年末商戦に向けて報告するためです。というわけで、いかがでしたでしょうか。僕は E3 ウィーク最終日である今日、任天堂が発表されると思っていたのですが、告知がなかったのでさらに予想する動画を作ってみました。あくまで予想にはなりますが、根拠はありますので、当たることを信じて僕も楽しみに待つ所存です。新アイドルやおかしら鮭の謎などスプラ3気になること満載だと思いますが、任天堂が来ることを祈りつつ待ちましょう。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だな、もうそれではまた、アディオス。